点差が開いています。少しプレッシャーが足りなかったか、フリーで打たせてしまいましたね。ちゃんと修正しなければいけませんね。そうですね、ゴール前でこれだけフリーにさせてしまうということは大きな問題ですからね。そうですね、今日2点目のゴールです。